森さんちへようこそ。はい、今日はですね、ちょっと久々にちいかわ動画ではございません。ません。我々が最近ハマっているホワイトタイガーとブラックタイガー。どうしたの？いや、面白い組み合わせだなと思って。確かに。今、くしくも我々服が白と黒になっております。別に今合わせたわけじゃないんですけど、私もホワイトタイガーだ。皆さん知ってますか？前うちらのねショート動画とか、チーカーランドの原宿に行った時にもちらっとね動画で映したりとかしてるんですけれども、ニトリささみさんっていう方がですね書いてる、ホワイトタイガーは白い虎で、ブラックタイガーのエビ、そのままね、そのままでございますね、のキャラクターとか、他にもねうさぎ先生だったりとか犬のおまわりさんとかね、それらのキャラクターがね繰り出すこう日常がですね非常に面白くてですね、我々まだ全然本当にまだにわかもにわかで、まだ全然ね話とか完全に終えてるわけではないんですけれども、グッズをですね最近ちょこちょこ集め始めております、でそれをですねちょっと皆さんにもこの魅力をですね知っていただいたりとか、もうすでに我々よりも詳しくて知ってる方はですねぜひいろいろ教えていただきたいなと思って、今回ですね動画回しております。で今回ホワイトタイガーとブラックタイガーが100円ショップで、チーカーと一緒ですね、グッズが出てたんですね、でそれもねやっぱり、人気でねすぐなくなっちゃったらしいんですよ。びっくりしたよね。発売日あたりにいたけどまだ売り場なくてないのかなと思って、数日経って店員さんに聞いてみたら、あもう即日完売しました、ですみたいな言われて、ういーってなって、そうびっくりしたよね。でそのなかなか見つかんなくて、そしたらね運よくちょっと取り寄せすることができて、全商品は無理だったんですけれども半分以上ですね発売されたグッズちょっと取り寄せることができたので、ちょっと紹介していこうかなというふうに思いますので、ではご覧ください。はい、じゃあまずですね、モーリーさんちおなじみクリアファイルからいきます1枚目これがですねホワイトタイガーとブラックタイガーでございます。かわいい。で私たちはねこのブラックタイガーが推しでございます。2人ともね、そうこのねちっちゃいエビちゃんかわいいですよね。この2人仲良しです。で裏面がですねなんか追いかけっこしてんのかな、なんかゆるい感じで、そうこのゆるい感じがいいんだよね、とても良い良いよね。こんな感じでクリアファイル、これまず1枚目です。で2枚目のクリアファイルですね、こちらですね、こっちがうさぎ先生でこっちが犬のおまわりさんってキャラクターです。この無表情で針線で突っ込んでる姿たまらんね、後ろですね、何のシーンなんだろうね、なんだろう、これおまわりさんがうさぎ先生を転がしてんのかなそれとも転がって逃げてるのを追いかけてんのかなどっちだろう、ちょっとわからないよね。まずねこのお話を見たり読んだりするの楽しみだね。そうだね、コミックも出てるし、SNS、X とかインスタでもその漫画が掲載されてるので、ちょっとね追っていきたいなっていうふうに思ってます。次の商品ですね、チョコットバッグ。チョコット、ランチバッグみたいな感じかな、ランチトートみたいな感じ、ね、それランチトートこれもね2種類ございます。大体このペアリングですね。そうだね、ホワイトタイガーとブラックタイガーが、体育座りしてんだよね多分エビが体育座りって丸まってる、面白いね。でこっちが、はい、この2人ですね、うさぎ先生と犬のおまわりさんですね。こっちはなんか体育座りじゃないです、お座りの体勢ですね裏はね両方とも同じ柄になっております。はいはい、はい、じゃあ続いてですねこちらです、じゃじゃーん、スクエアジッパー袋でございます。ちょっとした小物入れですね、なんかこうお薬入れたりとか、そんな感じに使える小さい、ジッパー付きの袋ですね。一つ目がまずホワイトタイガーとブラックタイガーなんですけど、あ、やだ、可愛いレインコート着てるのそうだね、エビちゃんレインコート着てますねあなた水得意じゃないの？確かにホワイトタイガーもさ傘だけじゃなくてさ長靴まで履いてるのよなんて言ってほしいんでしょうか、可愛い、ちょっとエビちゃん跳ねてるね、喜んでるのかな、やっぱり。あ、確かに。続いてですね、この二人の関係性ってどういう関係性なの？何なんだろう。すごい取っ組み合いしてるじゃん、先生と警察官って絶対両方とも暴力振るっちゃいけないよ。そうだね、間違いなくそうだね。二人とも無表情で取っ組み合ってんのがちょっと
怖い、ね、そして後ろ見てみて、パッケージの後ろ連行され た, れ連行された。そしてね、うん、これ爆弾があるんだよね。何？なんで？なんで？もうね、何もかもわからない。本当だ、花瓶かと思いきや爆弾です。爆弾なの？爆弾だよね、爆弾っぽいよね、うん、なんだろう、ちょっとまだにわかすぎて、にわかすぎて全然わかんない、これが何のシーンなのかがわかんないからね。もしわかる方いたら教えてください、うん、続いてはですね、ビニールポーチミニでございます。こちらも2種類あって、まず1つ目がこちらですね。あら、かわいい。はい、ホワイトタイガーがブラックタイガーをギュッと抱いておりますね。かわいい、かわいい。これね、チャック付きですので、結構そこそこ物は入る感じですね、うんうん、このサイズ感一番使いやすいかも。そうだね、うん、あのモバイルバッテリーと線入れたりとかね、うん、結構持ち運びするのにいいサイズ感ですね、うんうん、でもう一個ですねこの2人、うん、気になる2人、気になる2人、これ連行されてますね気になるな、気になるね、うん、何してんだお前ら。多分うさぎ先生ちゃんとお医者さんなはずなんだよね。そうだね、軽いやけどです、よかったねみたいなこと言うしね。うん、そうだね、うん、何したんだ、謎ですね、何したんだ。じゃ続いてですね、アクリルキーホルダーです。あー、これも2種類あります、うんうん、1つ目がホワイトタイガーとブラックタイガーですね、うんうんうん、かわいい、ほんわかね、2人ともいい感じですね、かわいい、かわいい、うん、あれ、あー、でも続いてですね、こちらですね。あ、仲良さそうじゃん、よかった。ん？足踏んづけとるやんけー。うさぎ先生は足を踏んづけてて、おまわりさんは肘でゴリゴリ押してる。何？仲悪いの？いいの？何なの？この二人。ちょっと癖になるな、この二人。うん、なんか、今までホワイトタイガーとブラックタイガー可愛いって思ってて。うん、見てたけど、この2人が急激に気になりだしためちゃくちゃいい笑顔で喋ってんね、この2人何なのこの2人、何が起きてるの。そして続いてですね、うん、じゃじゃん、メモ帳でございます。かわいい。でまずですね、これ表紙がこっちの方から、うん、ホワイトタイガーとブラックタイガーが表紙になってて、うん、中はね2種類あります、メモ帳が、はいはい、1つ目が、はい、こんな感じになってまして、うさぎ先生の前でホワイトタイガーがピョンピョンと飛んでますね。エビより飛んでる。エビより飛んでますね。うん、で上にはかわいい。なんかエビ天になってる。カラッと上がっちゃってます。ソースとタルタルだよね多分。かわいい。いやあの、まあ、ブラックタイガーはエビだからわかるよ。まあ美味しい魚、うん、美味しいな。まあ100歩譲ってホワイトタイガーもまあタイガーつながりで上がるのもまあまあわからなくはない。ウサギ先生はなぜ上がった？はあ。なんで？でもう一つのメモが、私は医者だぞ。権力振りかざしてきた。あれこういうタイプなの？結構権力振りかざすタイプなのかな？で。上はお決まりの連行されてますね。おもろいな、うん、でしかもね、このメモ帳の裏なんですよ。あー、裏はめっちゃ気になるぞ。はい、エビ餃子。あらららら、らでまんざらでもない顔してるんだよな。食べられたいのかな。どういう感情なんでしょうかじゃあ2冊目のメモ帳ですね、表紙はこんな感じになってます、うん、うさぎ先生が診察してるところですかね、うんうん、で1枚目のメモは、え、枕投げしよう、え、好きな人はいますか。やだ、修学旅行してる。めっちゃ修学旅行してるね、うん、あ、かわいい。お布団ふかふかだね。ホワイトタイガーは顔が埋もれるぐらい柔らかめのお布団が好きっぽいね。かわいいかわいいね。2枚目のメモ帳、あれ事情聴取されてる。完全にお前がやったんだろって言ってるシーンだよね、これ。活存だ。で下は二人ともおまわりさんの格好してますね。うんうん、かわいい。そしてこれの裏ですよ。エビ天です。エビ天になっちゃった。かわいい。じゃあ最後ですね、うん、最後はですね、一番欲しかったフィギュアでございますね。これね、これがとにかく一番欲しかった、うんうん、ちょっとこれ袋から出したいと思います、うん、じゃあまず一つ目ですね、はい、ホワイトタイガーとブラックタイガーですね、うん、普通のお顔というかちょっとにっこりしてるようなお顔ですね、うんうん、でね、これもう一種類あるんですよ。こっちはね、ニパニパです。あ、ニパニパ。二人ともいい笑顔してて、ちょっと頬をピンクに染めております。癒される。癒されるね、かわいいわ、うん、そして
うさぎ先生でございますね。ちょっとやばい医者なのかどうなのかまだ我々はわからない。うさぎ先生、そして犬のおまわりさん、どうなんだこの二人の関係性は。この二人の関係性が非常に気になりますね、うん、以上で、100円ショップで買ったですね、うん、ホワイトタイガーとブラックタイガーの商品のご紹介でございました。すごい集まったね。でも結構集まったと思う、うんうんうん。他にもね、いくつか商品あったみたいなんですけども。そうなんだ、こんなにあってもまだあるんだ。そうなのよ、まあ、一番はね、やっぱこのフィギュアが手に入れられたことが本当に良かったかな、うんうん、嬉しいね、うん、メモ帳とかちょっとメモ帳嬉しい、うん、面白かったね、内容が面白い。まあ、最初に言った通り我々まだ本当ににわか中のにわかでございます、うんうんうん。ただただブラックタイガー可愛いって言ってぬいぐるみをねゲーセンで撮ってるぐらいのレベルなので、うんうん、こういうお話だよとか、うん、こういうの見るといいよとか、うん、さっきのね、うさぎ先生と布のおまわりさんの関係性とかね、うん、教えていただけると嬉しいです、うん、はい、これからね、いろいろ勉強していきたいと思います、うん、ね、はい、はい、じゃあこの動画良かったと思った方、ブラックタイガー、ホワイトタイガーちょっと気になったって方はグッドボタンよろしくお願いします。合わせてチャンネル登録もお願いします。では、モーリさんちでした。またねー。バイバーイ。エビ。くるん。エビ取り。ギュン。ギュン。